ということで前回の動画では、800系に乗って、新鳥栖から博多まで来たわけですが、今回はじゃあ、そのまま乗車券に従うのかというと、そうではなく、また別の切符を買って、今度は小倉の方に行こうと思います。なぜ小倉なのか、まあ、これから、動画を見てもらえたらわかると思います。それではよろしくお願いします。ということで今回使う切符を買ってきたので早速解説になって、また新幹線改札の方に入っていきます。実は今回の切符、博多駅でないと受け取りができなくてですね、まあ、13時8分に着いて13時36分ののぞみ号に乗る予定だったので、まあ、切符を受け取るのは、時間にも余裕があったのでスムーズに取ることができました。今回使う切符、新幹線のよかよか切符ということで、博多から小倉の往復3100円で行けるという、JR お出かけネットのいいご予約サービスの、切符になります。今回乗っていく列車はこちら、のぞみ34号東京行きです。このチャンネルで東京という発言をしたのは初めてかもしれないです。ですが行くのは隣の小倉まで、九州を出ることはないです。ということで、発車の、5分前ぐらいの間に乗り込んでいきます。今回ののぞみ34号 JR 東海の編成でした。もうお分かりですかね。実は今年の夏で、東海道新幹線の車内チャレンジ、こちらがアンビシャスジャパンから会いに行こうという曲に、変わるということで、自分まだ一回もアンビシャスジャパン生で聞いたことがなかったので、今回はそれを聞くためだけに、新幹線に乗って、小倉まで行くということです。さらには JR 東海の編成に当たらなければならないので、乗れるのは、16両編成の、のぞみ号。しかも西日本車にも乗らないようにしないといけないため、まあ運量を調べて、この列車今回乗っているわけです。それでは博多駅を出発。確か博多駅を出た後の、のぞみ号の車内チャイムがないのは吉塚駅のあたりだったと思います。博多駅を出てしばらくは鹿児島線と並走します。運が良ければこの区間で鹿児島線の列車と並走することもできます。始発終着用のアンビシャスジャパン聞けましたね。あとは、小倉到着前の、途中駅用のチャイムが聞ければもう完璧です。小倉の到着放送はトンネルの中で始まるということで、車内チャイムあんまり音はよく取れなかったんですが、まあ動画でも聞こえてるように収めることはできました。いやー、よかったです。まあ、動画に収めただけじゃなくてね、実際自分の耳でも聞くことができたので、もうこれで惜しいことは何一つないかなと思います。ということで、小倉駅を、3分で折り返し、のぞみ19号博多駅に乗ることができました。こちらも JR 東海の編成ということで、まあ、終着駅用のみですが、博多駅到着前に聞くことができました。いや、よかったです。今回は本当にもうこの音楽を収められただけでも満足でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。